カタンガ国は1960年7月11日にコナカ島指導者モイーズ・チョンベが今後共和国からの分離独立を宣言して成立させた国家である。カタンガ新政府は支配地域の住民から満足な支持を得られず、特にルバ族が居住する北部においてその傾向が顕著であった。現在はカタンガ州として今後民主共和国の一部となっている。 独立宣言はベルギー政府と密接な関係を持つ大企業及び6000以上の兵力のベルギー軍に講演されて行われた。カタンガは今後の最も豊かで開発された地域の一つだった。この地域が離脱した結果、今後共和国は政府の収入の大部分を失うことになった。チョンベ式下のカタンガ憲兵隊とは別に他国出身の訓練された白人からなる。 傭兵部隊が編成された。1961年に発行されたカタンガの切手。カタンガは万国郵便連合には未加盟であったが、この切手は国際郵便で許容された1960年6月30日にベルギー領コンゴが解体され、コンゴ共和国が独立した。しかし、この新国家は成立直後から南極に直面することになる。 同年7月11日に、モイーズ・チョンベが国家の収入の約50%を占める裕福な地域、カタンガの分離独立を宣言した。チョンベと彼の当時の関係者によると、国家の混乱状態から脱出するためと、首相のパトリスルムンバを共産主義の手先とみなしたのが、この行動の原因だった。続いて、カタンガ政府は彼らの一方的な独立宣言をサポートするように、 ベルギーに軍事援助を要請した。チョンベはソビエト連邦と対立している立場上、今後情勢において利害を共有していると感じて、アメリカ合衆国にもサポートを求めた。カタンガの一方的な独立宣言から1週間も、経た,たぬうちにいるムンバは国連事務総長ダグハマーショルドに向けて電報を送った。緊急の軍事援助を要請し、独立後の危機は、 ベルギーの陰謀によって引き起こされていると非難した。イギリスとフランスは国際連合が今後国連軍を派遣する構想にあまり気乗りしない態度を示した。また、ポルトガルと南アフリカ連邦は国連軍の構想そのものに公然と敵対的な態度を示し、カタンガ国に対する干渉に反対し続けた。首相ルムンバからの要請に応じた。 国連安全保障理事会は7月14日にベルギー軍が今後主にカタンガから撤退するように要求する国連安保理決議第143号を採択した。ルムンバはもし2日以内にベルギー軍が撤退しない場合にはソ連にサポートを求めると述べて圧力をかけた。国連は迅速に対応してオニックが編成された。最初のオニックは 翌15日に到着したが、その任務についてルムンバと国連の間に意見の相違があった。今後軍の秩序が崩壊していたので、ルムンバは武力でカタンガを征服するためにオニックの力を利用したいと考えていた。決議第143号の文章を参照した。ルムンバはハマーショルドにあなたの個人的な解釈に反して、これらの文章から、 カタンガの反乱政府を征服するために国連軍を用いることができるのは明らかであると訴える手紙を送った。ハマー・ショルドは分離主義活動を国内の政治問題と位置づけていたし、国連憲章の第2章では武力介入は禁止されていた。国連は7月22日に国連安保理決議第145号を採択して今後が単一国家であるべきと断言し、 ベルギー軍が今後から撤退するようにより強く迫った。8月9日に採択した国連アンポリ決議第146号でカタンガの存在について初めて言及し内部紛争の結果に影響を与えるものにならないと再確認する一方でオニックのカタンガ中流を認めた。9月14日にジョゼフ・デジ・レモブツが起こした無血クーデターでパトリスルムンバは失脚した。 その後に逮捕されたルムンバはモブ物によってカタンガ国家が首都を置くエリザベートビルに送り込まれ1961年1月17日にチョンベラカタンガ政府閣僚3人の目の前でカタンガ憲兵隊の手で処刑されたルムンバの死から1ヶ月後1961年2月21日に採択された国連安保理決議第161号は悪化する 人権状況に対処して本格的な内戦の勃発を防止するためにオニックの部隊に武力行使を含むあらゆる措置を講じる可能性を認めたものであった。同年11月24日に米国とソ連の一致で採択された国連安保理決議第169号ではカタンガが独立国家であるとの言い分を完全に拒絶して法と秩序の回復と維持において 今後中央政府を支援するために、オニックの部隊にあらゆる措置を講じることを認めた。1961年2月には、モイーズ・チョンベは、カタンガにおける彼の立場を強化するために、近隣諸国からより多くの外国人傭兵を輸入し始めた。国際社会では、傭兵問題と呼ばれ、オニックがどのように対処するかが主要な関心事だった。 以前はベルギーから送られてきた117人の白人志願兵がチョンベの指揮下にあるカタンガリク軍に勤務していた。2月にこれらの違法戦闘員が排除されたが、その代わりに500人近くのイギリス、フランス、南アフリカ、ローデシアからの不正規の部隊が配置されることになった。彼らの多くが憲兵隊内で任務を割り当てられ、この他には主に 南アフリカ白人の戦士で構成され、インターナショナルカンパニーの名で知られる親チョンベの部隊が編成された。約5000人強のオニック配下の第99インド不評次第が首都に派遣されたが、白人傭兵がオニックに対する攻撃を開始して、深刻な戦闘が発生した。ハマーショルドは1961年4月5日にカタンガにおける ベルギー人の傭兵の行為を批判し、オニックに挑発的なチョンベを非難した。そのわずか3日後には、ベルギー人と南アフリカ人の憲兵が平和維持に従事するエチオピア人部隊が駐留するカタンガ北部の町、カバロを襲撃した。4月30日にカタンガは敵対行為を停止することでオニックと合意に達した。6月には、カタンガ国大統領チョンベは、 コンゴの指導者が集まった会議に出席した後、自分の国へ戻るために飛行機に搭乗しようとしたところ逮捕された。チョンベは自宅南近下に置かれ、コンゴ政府に対する反乱を先導し、武器や航空機を違法に押収し、カタンガフランを発行することで貨幣を偽造したとして起訴された。チョンベはカタンガとコンゴの他の領域を再統一するための誓約書に署名することで釈放された。 8月から9月にかけて、オニックは、政権を支える主力になっているとみなした、傭兵兵士やベルギー人政治顧問を逮捕し、強制的にカタンガから追放するための2つの作戦を実行した。最初の作戦を担当したオニックのインド人部隊は、血を流さずに多人数を捕獲することに成功した。何人かの傭兵は後に戻ってきたが、合わせて、 約300人の逮捕者が今後から追放された。9月中旬にジャドビルにおいて、オニックのアイルランド人部隊が、兵数に勝るカタンガ憲兵隊とも日間に及ぶ、ジャドビルの包囲戦を繰り広げた末に敗北して、捕らえられた。カタンガは、戦争捕虜として、アイルランド兵の交流を続けた。カタンガの空軍は、オニックの部隊が駐留する、ジャドビル、エリザベートビル、カミナ対象に、 機銃装者を行い、成果を収めた。細々と和平交渉は続けられ、その過程で停戦を協議するために飛び立った、国連事務総長、ダグハマーショルドの登場機が9月18日に、北ローデシアノンドラ空港に着陸しようとする手前で、謎の墜落事故を起こしてしまい、ハマーショルドを含めて登場者全員が死亡してしまうという悲劇もあった。 ハマーショルドの後任に、ウタントが就任した後も、和平交渉は続けられた。しかし、引き延ばし戦術を行っていると見て激怒したタントは、カタンガに、経済制裁を課した。怒りに満ちたチョンベは12月19日、これに抗議して、交渉から撤退した。1962年12月24日、エリザベートビル近郊で、カタンガ憲兵隊とオニックの衝突が発生した。 年が変わる前に、オニックはエリザベートビルを制圧し、その直後に停戦合意が成立した。ところが、オニックのインド人部隊は、本部からの命令に背いて、ジャドビルを吸収した。ジャドビルの制圧後、オニック兵士による残虐行為が発生した。この時に、道路の検問所で、ベルギー人、女性二人が、インド人警備員からの発砲を受けて、車中で殺害されるなど、 民間人の死傷者も出てしまった。カタンが憲兵隊やあるに、フランス人や南アフリカ人で構成される残りの傭兵部隊は、焦土作戦に従うように指示を受けていたが、これを無視してアンゴラに逃れた。1963年1月21日、モイーズ・チョンベは敗北を認め、最後の拠点としていたコルベジに国連職員が入ることに同意した。 地雷を撤去し、すべての武装支持者に武器を放棄するように指示を出した。チョンベは、カタンガ国指導者としての最後の声明の中で、ここ2年半の間、諸君は敵と二度、勇ましく戦ってきた。現在、彼らは圧倒的な優位性を築いていると述べた。ソ連にサポートを求めたことで、パトリスルムンバはアメリカにとって、最悪の事態を招くことになる人物として、 危険視されるようになった。アメリカ合衆国大統領ドワイト・ D ・アイゼンハワード、彼の政権の閣僚は独立宣言の中で勢力を、慎重するソ連と戦う意思を公言したカタイガを、今後における最後の反響の取りとみなすようになった。エリザベート・ビル駐在のアメリカ領事は、彼の政府を承認しないことを、敵意として解釈すべきではないと、チョンベに伝えるように指示された。 アイゼンハワーの後継のジョンカイ・ケネディは、アメリカの非国家に樹立された、今後中央政府のシリル・ワドゥラ政権を支持し、前任者とは、対照的にカタンガの分離活動を集結させるように努める政策を採用した。カタンガの分離活動が終了した1963年1月21日に、ケネディは、分離の終わりが、合衆国や今後とアフリカ全体の未来に関心を、 持つすべての人々に温かく歓迎されている。この分離は争いの主要な原因となり、ここ2年半もの間、今後の進歩にとって障害になっていた。と公式声明を発表した。ありがとうございます。